ルです。マイラスです。初心者から中級者向けのサーモンランの簡単解説、今回はシェキナダムでの動き方や注意点を実際にステージを歩きながら解説していこうと思います。はい。通常、満潮、干潮と特殊な状況のグリルとラッシュ、この5つを説明していきます。はい。さあ、シェキナダムはですね、はい、なかなか見通しが悪いステージになっています。そうですね。なので気づいたらシャキに囲まれているということがないように気をつけたいですね。はい。で、意外と塗っておきたいのが、うん、この段差ですね。ちっちゃい。ここね。はい。うん、ここがね、混戦の時に引っかかって倒されがちなので気をつけたいですね。ですね。あとはこの壁ですね。うん。ここもしっかり塗っておきたいです。重要ですね。はい。で、この金網の部分なんですけれども、うんうん、基本ね、まあ逃げ足が遅いので、うんうん、基本は金網の上歩きたくないですね。うんですね。で、こうやって大物を倒した時に、うん、あの唯一全方位見渡せるのがこの高台なんですね、コンテナのところのここね。なので、まあ、例えばこっちに金いくらが湧いてたとして取ります、うん、で、まあこう納品しに来ます、うん、で、納品した時にちゃんと高台に登って、よし、次どこにいるやろなって索敵する癖をつけたいですね。はいはいはい、はい。で、一番倒しに行ってしんどいのは、うん、おそらくここです。こっちです。はい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 、ここね。そう、この奥に出たタワーとか、うん、ここにタワー湧いたりするんですけれども、うん、もうこの辺に湧いた場合は、うん、自分が射程短い武器の場合は、うん、相当安全が確認できない限りは行かない方がいいです。うん、はい。ただ、まあ、こっち側に湧いたタワーとかは比較的倒しやすいので、積極的に短射程持ってたとしても倒しに行きたいですね。うん、ですね。はい。そして、この金網の方は、はい。金網の方はここですね。ここ。この間欠線があるところから、ボムを投げたりとか、して、うん、まあ、肩パッドやタワーを倒したい。うん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 、そんなステージになっています。だから、方向によって全然対策が違うという形ですね。うん、はい。まあ、とりあえず大事なのは見通しが悪いので、ここに立っ、毎回コンテナ付近に来たらここに立って索敵をするという癖、ここで見渡してね、はい、うんうん、これをつけるのが大切なステージだと思います。はい。さあ、次は満潮ですね。満潮、もうね、シェキナダムの満潮で覚えることは一つです。はい、うん、こっち、こっち、 ここには来ない。あこの一つですね。ここはね、はい、金網のところではこう潜ると下に落ちちゃうので、うん、こうやってね、こんな感じでね、うん、蛇とかにね囲まれるともう逃げ場が、はい、ないんですね。で、ここにタワーと肩パッドがとどまることがあるんですね。はいはいはい、はいはい、両方揃ったら最悪なんですけれども、うん、まあ、どっちかがとどまることがあります。その場合はもう無視しておくか、スペシャルを吐いちゃって倒すかのどっちかで、うんうんうん、絶対に倒しに行かないように、はいはい、なるほど。特にあの肩パッド、うん、あのボムを使わなきゃいけないので、あ、そうだね。ただでさえそのインク回復するのがこれ大変やのに、もうね、ボムのためにインク使ったらもうダメなんですよ。そうですね、はい。で、今アイラさんがやってくれたみたいにナイス玉とか、うんうんうん、あとジェットパックこうやって履いたりとかすればいいんですけれども、このジェットパックも金網のところやと、うん、こうやって歩くんですよね。そうなんよね、はい。まあ、なので本当にここは気をつけたいところです。はい、はい、ここにもう行かない、もうそれに尽きると思います。ここの基本的にここの中央ですね。はい、そうですね、うん、もうあそこに湧かないように半分祈るしかないですね。そうね、はい。で、逆にもうそれ以外の場所に湧いた大物とかはもうどん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 倒しちゃっていいですね、うんうんうん、もうどんどこどんどこ、はい、それ気をつけたいと、もう一回やられた申し訳ないですけど、まあ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 、そんな感じです。はい、本当にもうあそこだけです。そうね、そう、気にかけるところというか、うん、気をつけるところは、はい、気をつけましょう。はい。さあ、次は干潮ですね。はい、この干潮は、うん、まあ、3つに分かれてまして、シャケが出てくる場所が、うん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 、まあ、このどれかから出てくるんですけれども、はいはい、これまでの、アラマキトリディアであったりとかムニエールと違って、うんうんうん、高台がないんですね。そうですね。なので逃げ場がないと、うん、いうことで、まあ、他のステージよりもシャケの殲滅っていうのが大事になってきます。そうだね、はい。で、高台がないってことはもう一つ、あの短射程が爆弾をすごい狙いにくいんですよね、うん、
あーそうですね、まあ、C っていうならこのボコってなったところ、この上から狙えるんですけれども、うん、まあちょっと高台よりは心もとないというか、うんそうだね、ちょっとしんどいので、はい、まあ、長射程持ってる人は爆弾をなるべくやってあげたいですね。うんですね、はい。まあ、そして特に左側がそうなんですけれども、うん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 、細いんですよ。そう道が細いね、はい。まあ、なので一気に突っ込みすぎないようにしたいですね、特にこの左の岬は。そうね、こっちの真ん中とかは割と太いからなんとかなるし、うん、まあ、ここうねってるからちょっとピョって飛んだりとかもできるんですけれども、うんうんうん、左がダメですね。そうね、結構水没する子も多いからね、はい、そう右は右で短いから大丈夫。はいはいはい、はい、この左行き過ぎないように気をつけたいところです。はい、で左にタワーとか湧いてもどうしようもないときは、うん、まあ、長射程持ってる場合はですけど、こっから届いたりするんで。あ、そうですね、はい、こういうのも活用していきたいところですね。うんうん、はい、で短射程の場合はもう無理に突っ込みすぎないが大事です、この左は。はい、ということで、まあ、爆弾とこの左の岬に注意したいところですね。そして鮭を殲滅しましょう。はい、はい、ダコ鮭からの逃げ場がないですね。うん、シェキナダムのグリルも光映えも、うん、このコンテナ横の高台に陣取って戦います。はい、で基本的には左側か右側から湧いてくるので、うんうん、もう左から湧いてきた場合は、うん、基本的にこの高台でコンテナ横を取った時にこうやって納品する。そうですね、そしてもうインクもったいないのでいくらは投げない、うん、そして右から来ると倒すのしんどいので、そうね、右から来た場合はこうやって壁に張り付いて、うん、うまく誘導してあげるということですね。はい、そしたら今向かって左側のルートを回ってくるので、うん、ぐるーっと回ってコンテナ横を通ります。で今回遠くで止めちゃって倒しちゃったりとかしてるんですけれども、はい、まあ、全然それぐらいは大丈夫です。うんうん、はい、でコンテナ横に落としたやつを納品する。はい、シェケナダムのグリルはまあそこまで難易度は高くないですね。あ、これねちょっと動機ずれで突っ込んできてるんで、うん、これは野良の人が悪いんではなくてグリルが悪いです。グリルのせいあんな半分ぐらい突っ込んでくることはないので。そうだね、あれはちょっと、まあ、バグというかラグですね。そうだね、はい、でこれちょっと右から来ると思ってスペシャルを履いたんですけれども、お味方さんがしっかり誘導してくれてますね。、はい、そう基本的にも左から回ってくるようにグリルをうまいこと誘導するっていうのがシェキナダムでグリル失敗しないためのコツです。はい、で右から来てしまった場合はもうスペシャルを発する。そうこれが失敗しないためのコツかなと思います。はい、そうでまあ小鮭がねすぐに登ってくるので距離が近いから。そうだね、そう処理しやすい武器は小鮭を処理するっていうのもシェキナダムの場合は荒巻き取りというのが多分大事かなと思いますね。そうですね、ローラー系が小鮭の処理は、ね、そうですね、ローラー系とあとはまあ若葉シューターとか、うんうん、みたいなこう範囲が広いシューターとかね、うん、でまあ基本的にはこの立ち回りがシェキナダムのグリルになります。はい、この高台に集合してればとりあえず大丈夫ですですね。さあここも同じなんですね、戦い方が。うん、でそうね、右左どっちから来ても構わないので、うんうん、そうひたすらもう来た鮭をしばきます。はい、で、まあ、納品がまずかったりとか、うんうん、倒されてしまったりとかしたらこの高台の壁に張り付く、うん、今正面向いてるところの右側か下側、うん、どっかでね味方がやってくれるんで、はいはい、それを見てみましょう。はい、で今ダイナモでずっと殲滅してるんですけれども、うん、これのやり方ちょっとせっかくなんで後で説明しますね。お、はい、これちょっとコツがあるんですよ。はいはいはい、そう今味方の人がやってくれてますね。これですね。そうそうすると、まあ、鮭は右下のところに溜まります。うん、そう。それによって、まあ、納品したりとか、うん、安全にインク回復したりとかができるんですね。はい。はい、で、大回りして鮭がやってきます。うん、あそう今溜まってたやつがこうやってやってきます。はい。これでどん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 納品していきますね。以前のアラマーキトリデとムニエル、はい、この2つのステージよりはインク管理がだいぶ楽なんです。確かに。そう、なぜならいくらを投げなくていいからなんですね。すごく近いもんね。はい。まあ、なのでしっかり鮭の殲滅に集中しましょう。はい、そうちょっと遠くにいるからって言っていくらを投げてしまうとすぐにインクがなくなってしまいます。うんうん、はい、ただまあ基本的にはもうずっとこれですね。これ今ローラーでやってますけれども別にシューターでやっても一緒です。うん、はい、まあ他の2ステージに比べると比較的簡単ですね。はい、とりあえず光映えの時もこの高台に集合しておけば大丈夫です。はい、でローラーのコロコロなんですけれども、はい、まあ普通に止まってるだけだとこうやって押し戻されるんですよね。うんうん、ダメージ与えられません。はい、とはいえコロコロしてたらすぐにインクなくなるじゃないですか。そうね。じゃあどうやってんねんっていうと今みたいにこうゆっくり歩いてるんですね。あーゆっくり。そう、そのゆっくり歩くことによって、
まあ、同じダメージを与えつつその場所に留まることができます。そしてインク棒立ちしてると回復していくんですよ、ローラーって。ああ、徐々に徐々にね。そう、まあ、なので、こう棒立ちしてインクを回復させながら来た時にちょっとゆっくり前に進む。なるほど。そう、そしてまあ、あえて鮭が少なかったらあえてノックバックして後ろに下げてもらうっていう選択肢もありです。はい、これを駆使しながら、まあ言うたらずっと同じ場所で鮭に、来た鮭にダメージを与え続けてるということですね。なるほど。この技術、光映えだけではなくて、他の例えば泥鮭噴出であったりとか、まあ、もっと、まあ、連動が上がってくると金鮭ですね、金鮭に対してものすごいダメージを与えたりとかもできるので、あとはこれ、あの別にダイナモローラーだけではなくて、他のバリアブルローラー、そして普通のスプラローラー、あとはカーボンローラーとかでも可能です。そうだね、はい、ただ金鮭が一撃ではないのでそこは注意したいんですけれども、金鮭にノックバック食らってそのまま落ちるみたいなことはあるあるなんで、それは注意したいんですけれども、はい、まあ、普通の鮭に対してはこれかなり効果的ですね。ローラーに関しては振りかざすよりもコロコロした方がいいよっていうことですね、はい、そうですね。で、突っ込んでくる鮭を処理するためにはもうゆっくり歩く、そして棒立ちでインク回復、これがサーモンランでのローラーのコツです。はい、さっきは、ハッブルは光映えの時にこれをしていました。シェキナダムいかがだったでしょうか。はい、スプラトゥーン2からの唯一の復活ステージで、まあ、見通しが悪くて難易度の高いステージだったんですね。はいはい、なのでまあ索敵を怠らないようにしたいですね。ですね。ただやっぱ光映えとグリルはそこまで難しくないってことで、アラマキトリデとか、モニエールとかよりは簡単かな。そうですね、いや、アラマキトリデのインク管理めちゃくちゃ楽版みたいな感じのステージで、そうだね。そう、そう考えると、まあ、だいぶ楽なのかなと思います、ただ誘導失敗がやっぱりあるのでグリルは特に、そこに気をつけたいですね。はい、だからグリルドラッシュ以外は難易度高め、グリルドラッシュは難易度低めっていうステージなので、まあ全体的になんとなく難しいみたいな難易度だと思います。はい、スプラボではこのようなサーモンランの初心者から中級者向けの解説動画も公開しています。はい、なるべく覚えることが少ないように情報を削りながら上達するコツをお伝えしていければと思います。はい、たくさんしばいてたくさん稼ぎましょう。頑張りましょう。ではでは、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。